クレービングエクスプローラーはインターネット上にある動画をダウンロードするためのフリーなソフトウェアである。オンラインソフトのサイト、ベクターの人気投票2010においてグランプリを受賞している。YouTube やニコニコ動画などの動画投稿サイトにアップロードされている動画をダウンロードすることができるソフトでダウンロード時にファイル形式を変換することもできる。また、 独自のウェブブラウザ機能を搭載しているため、他のブラウザを起動せずに動画サイトにアクセスすることができる。エクスプローラー機能も有していることから、既存のファイルをドラッグドロップすることにより変換することもできる。対応している OS は、Windows 10,Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista で、インターネットエクスプローラー7以降がインストール。 されていることが最低限必要な動作環境となる。なお、YouTube とニコニコ動画についてはキャッシュを利用することもできる。長らく RC 版として公開されてきたが、2011年7月12日に正式版がリリースされた。2018年4月24日、ベースとなるブラウザをインターネットエクスプローラーから Chromium に変更した新バージョン。 クレービングエクスプローラー2のベータ版 V2.0-0 ベータをリリースした YouTube ニコニコ動画デイリーモーションの3サイトの再生ページからのダウンロードが可能2018年7月10日 V2.0-3 ベータにて64ビット版を公開2018年12月13日 V2.1-0 ベータにて YouTube ミュージックのダウンロードに対応 2019年2月7日、v 2 1 1ベータにて Twitter と Instagram の動画ダウンロードに対応。2019年5月10日、v 2 1 4ベータにて Instagram のイグトブ動画のダウンロードに対応。2019年11月12日、v 2 2 0ベータにてラジコタイムフリーで配信されている番組動画のダウンロードに対応。 2020年8月4日、クレービングエクスプローラーにはベータ表記のない V2.3 例をリリース。YouTube、YouTube Music にて M4A 形式での音声ダウンロード機能を追加。2020年11月29日、V2.4 例にて YouTube、ラジコの音声ダウンロード形式に MP3 形式を追加。ありがとうございます。